ちょっとやってみていいですか。いいよ、全然いいよ。じゃあ、あの、V トリ2でやってみていいですか。1、2でやってみていいですか。あ、いい、全然いい、全然いい。好きにやってください。やりたいようにやるのが、まあ、格ゲーですよ。いや、でもね、いいよ。元護身、筋いいよ。筋いい。あ、竜。竜は、玉抜け、頑張ってください。で、前、先端飛びよくやってくるんで、先端飛び、タッチ受けだと、あの、落ちないの。ジャックスマッシュで落としてください。え？ちょっとむずい、ちょっとむずい。けど、え？空対空。空対空は、バイソンって空対空でやると、官能的に多分、着地してマイナスだね。あー、まあ確かに。うん、あんま美味しくない。あ、いいね。届く？あ、届く、余裕。で、波動拳を打たせる前まで近づいてって下がる。タッチ受け、タッチ受け。それはタッチ受け。それタッチ、タッチ、パン、ごめん、ピー、ごめん。いいよ、美味しい。歩いてタッチだけがいいよ。で、もうすぐ、まだ、ね、まだ溜まってない。美味しい。もう、ダイヤシャーズ来るよ。気をつけて。オッケー。いけ！勝負しよう。意外と。いい出した。いい、あー、しょうがない。頑張れ。美味しい、美味しい、美味しい。おいおい、確定。いいね。はい、ポワン、ポワン。はい。からの、あ、まあ、確認は難しいからね。ああ、おな、そう、それが先端だから、それがジャックスマン。それがね、マジで先端飛びをマジ多いんだ。なるほど。で、こっちのジャックストレートの距離だとちょうどね、あの、なっちゃうのよ、先端飛びに。しゃがみ台パンチどうですか。しゃがみ台パンチは、場合によっては大丈夫、いける。中パンよりはいける。これはいい、うん。でも、どうせ省力金あるから、あなた大丈夫でしょ。出せるでしょ。いやー、どんぐらい引きつけるのか分かんなくて。あ、引きつけなくていい。急フレだから発生めちゃ遅いから10フレか。だからもう結構早めに飛んだと思ったら打っていい。なんだ、高めだった方がいいから、夕日に増えるから。それ V スキル離れてって反応早ければいける。でもね、やっぱその距離打てないって相手も分かってるわ。高木さんも分かってるから、いい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 いよ。で、攻めさせる。で、攻めさせる。とにかく攻めさせる。攻めさせて EX ストレート歩かせて。これですか。そうで、有利だから。歩かせる、とにかく歩かせる、歩かせる。分かりました。歩きづらいでしょ。だからジャックストレートで美味しくいただく。あ、そう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 、これ当たるの、こうやってこうやってこうやって当たるの。そうそうそう。基本的には体力リードしたら EX リゲージを持ってて、いや、まあいけない、まあいけないみたいな感じで、それをダストと大パンチで、たまにで、そこでコパンピッピやるんだ。コパンピッピやりながら、なんかそうやってやってると相手が嫌がる。さあ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 。でもコパンピッピやりすぎると波動拳、あの、Vスキルとよくれないから、そこだけ。コパン強っ。コパン、うざいでしょ、うざいでしょ。あ、これかけて。おいしいよ。あ、後ろ投げした後、ジャックストレートが持続で埋まる。マイナス1。ああ、痛いことある気がする。そうそう。あ、いいよ、いいよ、もういいよ。いた、来た！これもスパコンでいいよ、スパコンでいいよ。逃げろ、逃げろ！ナイス！逃げろ！逃げろ！頑張れ！やった。なんだ。おいしい、来た、ナイス。うーん、にゃんだ。いいね。いやー、分かってきたね。めちゃくちゃ分かりやすいな。うん。やっぱなんかね、とっちらかってないですね。なんか理論が。あの、あれなんですよ。もう基本が分かってるんで、僕。あの、オジリーガーと一緒にしないでくれます。あの、僕は基礎がちゃんとしっかりしてる。こうなったらこうなった、次はこうなったからこうっていうのはしっかりなんか組み立てがやっぱいいですね。そう、なんかわけのわからん押し付けだけで買ってきたやつはわけが違うんで。俺は対応で買ってるんで、ちゃんと。あ、確かに短波ちょっと教えてもらおうかな。短波いいよ。小人さん短波使わないんですか、あんまり。使わないけど、ずっと使えるよ。そうなんや。なんでなんですか、あんな素敵な技。あの、俺立ち台パンで60秒無視じゃん。はい。60秒で短波って無敵が最初あるけど、戻りに無敵ないし、コパンでピッて止められた時の60秒間俺は大系と大パン使わなかったっていうのがなんか萎えるんだよ。え、でも、いやあれってボタン、あれって大体大パンと大系が使わない。あ、そこでやるんですね。だから中和しかやることないんだよ。ちょっと待って、入り身がつないからダメな。あ、ちょっと短波教える。だ、対戦を止めた方がいいかもしれない。そうですね、ちょっと短波。でもその場合じゃあ、あれですか、ボタン配置を。ボタン配置は V 取りボタンを俺は8ボタンの右下に作って。こういうことですよね。うわー、これめんどくせえ。うん、 V 取りボタンそうを右下に作って、で、俺は右手の小指の下の方です。小手らへんで押す感じ。ああ、これは俺は大丈夫です。あの、あ、押すのは。あ、 OK、 平気です。はい。それで大パンと大系がないので、もう全部中継としゃがみ中パンだけ。
あとジャンプする。なるほど、なるほど。大パン内のちょっとあれですね。でしょ、めっちゃ前まで行かなきゃいけないでしょ。相手はもっと長い技も、バン持ってるから。だから基本的には下がりながら。だから時間かけてくるタイプは、時間かけてこうやって下がって。で、弱ストレートとかで時間稼いでって、EX ストレートとかで。なるほど、なるほど。で、起き上がりぶっ放す。で、短パン。起き上がりぶっ放すんですか？起き上がりぶっ放す。あ、無敵、無敵がない、無敵がない。何秒からいいんでしょう？ 60 秒、60秒。開幕、最初から押して、47カウントか45で発動です。47かな？わかりました。開幕からずっと押さなきゃいけないよ。ラウンド1の時も あの時間貯めれるから。ああ、なるほど。そう。ガイル戦。ガイル戦。これは、中足を空振りで置くのがむちゃくちゃ強い。へえ、ああ、ソニックに結構当たってくる感じ。とか、相手の動く技に結構当たりやすいから。確かに。出るもんね、やられはんで下に。だ基本的には下がりね。基本的には下がって、ソニック打たせなくして、弾抜けで。で、歩いてくるから中足を空振る。みたいな。いいね、いいね、そんな感じ。ソニック打たした方がいい。ソニック見てから結構簡単なんですか？簡単。これか。おお、ソニックにこんだけ困らないのすごいな。そう。で、歩いていくと、そう、あ、いいね、いいね。いいね、タッチパン。それ、プラス4。密着でからした。プラス6かな。いいね、そうそうそう、その強し。その強しがマジ強いから。ソニック打てなくなってるよ。いいね。いいね。40何秒でしたっけ、短波。47秒。あ、こいつ短波貯めてたの。今貯めてた。マジか。47。いきます。いいこれ、あのソニックに打ってもいいですか。なん、確定しない。ほぼ確定しない。かなり難しい。一応できる、見てから。いきます。もういけ。止められるだろ。萎えるだろ。萎えるだろ。萎えるだろ。今の60秒間俺何だったんだってならないか。振り背負って。なるだろ。そんなうまくいかないからこれ。だこの人も短波対応もコパン連打してたから、短波対応もしてたね。しかも投げに確定しないからね。投げ埋められてたら、ま、あっちガード間に合うから。いたいたいた。ああ、しょうがない。おいしいおいしいおいしい。あ、こいつうまいな。こいつなんかそれっぽいガイルやってくるぞ、ね、でこれ体力リードしないと相手攻めてくんないから。あ、いいよ。リードしたら相手が攻めてくるから。で、ソニック打ってくるから。タッチューパンチでいいよ。あ、下台パンでいいわ。もう簡単だから。溜めてるんですよ、今俺。あ、そっか、あ、そっか。あ、おいしい。安っ。安っ。あ、死んだ。最大食らったら死ぬ。もう安い。おいしい。見せてください。しかも今のは、プラス3あったからワンツースリー確定だな。ああいう時にワンツーやって発を短波捨てるんだわ。なるほど、うん、だいぶ押しとるよ。え、あ、もう諦めた。短波、短波ちょっと一回やめました。うん、やっぱ外離線はね、短波いらないと思う。短波するやつは時間かけるやつが短波いる。いいよ、いいよ。あれなんで、あ、そうか、ボタン違えてた。いいね、確定。ワンツー、コパン、コパン確定。今のマイナー4、そばっと。いいよ、上がって。もうちょっと削ろう、もうちょっと削ろう。そしたらソニック見てからスパコンで終わる。あ、なんだこれ、知ってる。オッケー、もうスパコンで終わる。終わった。いいね、ドーン。いいよ、いいよ、いいよ、かなりいいよ。今のも台形、台スマッシュ、ジャックストレートは正解か。あ、けど別にいいよ。あの台形ってどんな距離でクラガンしても台スマッシュ入るんですか？あ、ダメ。先端だったら台ストレートしか入んない。うわー、ドセンター。あの技を、技の出かかり潰しちゃった時あるじゃん。はいはいはい。離れた時、はい、あのこっちの台形の先端だったら台スマッシュ絶対取る。はいはいはい。じゃ次ラストでいきます。次のオッケーオッケー。いいっすか。いや、でもバイソンのその気持ちいいポイントはだいぶ分かりましたね。やっぱ立ち上げだよね。立ち上げですね。俺もね、そればっかで、俺それやりたくて、だから短波貯めたくないんだ。確かに。あと気持ちよすぎる。あと当たったらやっぱさ、相手萎えるからね。確かに。これいいっすね。これとダッシュ投げか。あの、格下、格上でやるときに立ち上げがめちゃくちゃ強い。まあ、なんでかっていうと、基本的にサバーコートしてるから、あっちからあんま来なくて。はいはい。ああ、なるほど。
立ち上げあのストレートをめり込ませたとかすかして何かしようしか考えてないんだ、こっちのこと隠したと思って。そうですね、確かに。で歩いてって立ち上げたと投げばっかりだと相手バリンバリ絶対したくないから怖がってめっちゃガガードになるから、それで白毛バイソンで処理したいですもんね。そう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 、させないというね、歩いて。そこら辺は俺らサード勢だからさ、グラ潰しウルフォーとかも言ってたから分かるでしょ。そうですね、打ち方は。いぶきは、いぶきは盆栽の外でなんかやる。で仕込んじゃダメ、技を仕込んじゃダメ、仕込むと空中クラッシュするからこいつ盆栽で。あとこっち立ち上げがめちゃくちゃ暗い、立ち上げが結構暗くなる。 V スキルに結構当たるし、立ち上げ、立ち上げ、なんかあったら立ち上げ、スマックは立ち上げでなんとかしてた。それね、垂直でいける、いけ、頑張れ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 、これおいしい。体育中盤いいよいいよ、さああともうちょっと頑張って減らそう。立ち上げ頑張れ、でもこれプラスだぞ。いいよ、いけるよいけるいけるいける、やったー、終わった、イクソルタ、やったー。だってさ、あの距離であれ以外食らわったら死なないね、あれ食らうんだよねみたいな。気持ちいいだろ、いいな、気持ちいいですねこれ、いいな、気持ちいいですね、いいよ、よくでもそう気づいてくれた自分で、立ち上げ気持ちいいわっつって。それだよこれ、これだよ、やっぱこれに、いや、それ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 、暗くなったね、もったいない、美味しくない。あ、そうなんですか、ダメージ減るから。そう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 、後ろだけどピヨッツァ、しょうがない、しょうがない、関係ない関係ない関係ない、あと1回だけ、もう立ち上げいらんぞ、やってもいいけど気持ちよかった。あっ、マイスショット、頑張るから V リバー、そう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 、あはははは、早いな、でも削るぞ削る、ゲージダメだ、あ、削る、終わった終わった、それで終わり、それで終わり、はい、ナイス、いや、いいっすね、かなりいいな、あの立ち台キックで逆転を覚えてくれるとね、最高だね。そうですね、いや、なんか結構最初はなんか地味に立ち合いするキャラかと思ったけど、やっぱ本命は これなんですね、これかもしれないね、これでもね、それやってるとマジで弱いんだけど、そればっかりだって厚みがないから、ね、厚みがないから、バイソンのいいとこをちょっとちゃんと行けましたわ、いいとこまで、いいね、素晴らしい、これ素晴らしい、ありがとうございました。いや、よかった。ちゃんといけた、ここまで。よかったわ。これでもう戦えるよ、こんだけあれば。そうですね、これだけできたら、まあ、とりあえずは楽しめそうですね。余裕です、余裕です。いや、台形気持ちいいなぁ。よかった、気持ちいいわ、あれもね。あの、ダッシュ投げ通らんやつ、ダッシュ台形が当たるの気持ちよくない？そうっすね、台形、確かに。おクラス投げなきゃやるなら台形がぶっ刺さるんだわ。そう、ダッシュ台キックめっちゃ気持ちいいですね。そう。で、でダッシュをコパンで止めてくるやつは歩きだけ見せる。で歩きだけもあのね、しゃがみ入れてから歩きだけがいい。あ、へえ。あのバイソンってさ、しゃがむ、あのグインってしゃがむから前世で。ああ、フェイントみたいになる。そうだから、それで一回しゃがんで歩きだけってやるとバリンって結構する。一瞬つられてみたいな。本当にダッシュを見てるやつは。そう。なるほど。てか、あのコメントなんですけど、このキャラ簡単じゃねっていう。いやいや、じゃあそれでやってみれば勝てねえから。そそ、これ気持ちいいだけだからな、絶対勝てねえぞこれ。いや、ありがとうございました。いや、本当にお疲れ様です。はい、じゃあちょっと、え、まだ配信やります？いや、俺もうやめるね。ああ、わかりました。え、ハイドルもやめる？俺ももうそうそう、やります。あ、やめるか、オッケー、わかった。はい、じゃあまたなんかでやりましょう。はい、ありがとうございました。はい、お疲れちゃん。ありがとうございます。いや、もうよかったわ、バイソンの気持ちいいとこも出せるで、よかった。言ったとこことをほぼすぐ実行してくれるのも気持ちよさそう。っていうか、そう、俺がすごいなと思う、それ。ハイタにちゃんとやるじゃん、言ったらすぐできるじゃん、すごいなと思った。まあちょっとコンボだけバイソン覚えることが多いから難しくはないんだけど、覚えることが多いからちょっと嫌がられるんだけど、まあてか俺知っとるからな、あいつの強さを。俺もだって誤信で、あ、サードで一緒に組んだ中だから、あいつに10先やって1回も勝てんかったからな、俺。結局最高が10対6だったもん、俺。だからまあさすがにね、そういうの分かっとるからね、俺。でもよくやっぱ言われた瞬間すぐできるわ。さすがだわ、あいつ。じゃあまたな、みんな、お疲れ。バイバイ。